はい、かたみきちゃんです。今回なんですけど、300人ありがとうございますっていうことで、ずっとやってみたかったアイシングクッキーを使ってルームファクトリーのアイテムを作って、でオープニングを作りたいなと思います。で、まあいろいろあって、もうクッキーをアイシングクッキー用の型を作って、そのクッキーを焼いて、アイシングクッキーのこういうカラーをね、作るところまではやったので、まあ、9色あるんだけど、まあ、こういうね感じでやったので、今から早速ちょっと描いていきたいと思います。でもちょっとね、初めてやるから できるか超不安はい、じゃあメイキング、今から始まるんですけど、メイキング中はプロフィールが知りたいっていうリクエストとかいただいたので、プロフィールちょっと話したり、あとね、この作ってた最中の雑談、思った話、作ってた時に思ったこととかね、あったことを喋りたいかなと思います。で、まずプロフィール、どうしよう、何喋ろうと思って私調べて、プロフィール一問一答、一番最初に出てきたところの自己紹介しようかなと思います。まず生年月日、9月21日生まれです。で、星座は乙女座、血液型は A 型です。このね、 A 型ね、みんなにびっくりされるタイプ。趣味はゲームをすること。家にいたら、外に出るんだったらカメラを最近持って出かけるのが趣味かな。特技は特技という特技はないけど、料理をするのは好きです。性格は明るい方かなと思います。マイブームは YouTube に動画投稿することです。座右の銘は小学校の時の校長先生の言葉で、やればできるっていう言葉が今でもずっと頭に残ってます。好きなものはルームファクトリー苦手なもの、食べ物だったらおでんの大根があんまり好きじゃないですっていう話をね、この前会社でしたら、めっちゃびっくりされた。あ、おでんの大根の染み込んだやつが美味しいのにって言われて、で、尊敬する人って言われてパッと出てくるのは上司、会社の上司かなと思います。好きな映画はいっぱいあるんですけど、ハリーポッターとかロードオブザリングとか、あとジブリとか、あとシュレック、ピクサーとかの映画結構見ます。ファンタジー系が基本的には好きです。私の一冊、これ多分本の話だと思いますけど、本だったら私小学校の時にめっちゃ本読んでて、5年生が一番読んでたピークなんですけど、その時にガフールの勇者たちっていうフクロウが主役の本があって、それがめっちゃハマって、まあ、一番自分が読んできた中で好きな小説はそのガフールの勇者たちっていう小説です。ということで、これ一問一答はここまでっていうことで、自己紹介終わりたいと思います。で、ね、次、この今後ろで流れてるメイキングなんだけど、これめっちゃ大変だった初めてやって、今このコルネっていうので書いていくんだけど、まあ、手をね見てもらうと分かるんだけど、めっちゃね手が汚れてくんだよねコルネにそのアイシングのクリームを入れるんだけど、まあ、入れるのも難しくて、なんか動画とかで見るとさ、上の方に全然液体つかない、クリームつかないように入れてる人ばっかりなんだけど、私どんだけやっても、まあどんだけでも9個しかやってないからなんだけど、クリームがね上の方についちゃうから、上に溜まってて、最後テープで止めるんだけど、止めたとしても上に溜まってるからさ、押し出す時に下から出るんじゃなくて上からも出ちゃって、でそれに気づかなくて、書き終わった後に手見たらめっちゃクリームみたいな感じになってね、どんどん手が汚れていったって大変だって。意外と最初なんか写したりしないとできないかなと思ってたんだけど、いやクッキーめっちゃ焼いてたんで、まあ、何枚か書き直したりはしてるんですけど、もう最終的にはもう横に絵を置いて無理やり
同じようにこの辺かなみたいな感じで書きながらやってきました。そうだ、汚れるからティッシュ持って手拭いて、でね、あと手についたやつを口にこの入れて食べてたりとかしたらね、唇とか下ぶらがね真っ青になったりしました。でもね、実際やってみて難しかったんだけど、最終的にはね、なんかそれっぽいのがねちょっとずつできていく感じがあってすごい楽しかったです。で、今回やったのは6種類なんですけど、また機会があったら、まあ、もっと難しいやつとかちょっとずつ練習してやってみたいなと。で、裏話なんだけど、一番最初に私モコモコ作ろうと思ってたんだけど、途中でこれ最初からやると無理だなと思ってアイテムになったんですけど、まあ、モコモコとかねそういうのも挑戦していきたいなっていう風に思いましたっていうところでメイキングが終わります。はい、ってことで、あれから試行錯誤をして、一応今回はアイシングクッキーこんな形で完成ってことにしたいと思います。これがカブ、桜カブ、ムーンドロップソウ、トイハーブ、ピンクキャット、チャームブルーということで、今回はこれをね使ってオープニング作っていきたいと思います。ということで、今回は300人ありがとうございます動画でした。バイバーイ。